かわいそうだが食材にする。いやーでもレベルほんと1とか 2上がればいい方だね。1しか上がんないもんな。よし、どんくらい乾いたかな。じゃあ脱穀といこっかね。やっぱ少ねえな。千羽めっちゃ減り早いもんな。これ千羽コキの次って何になるんだろうね。終わり終わり。金太の問題で便利なものを。おお 100%。 やっぱ待っててよかったね。ようやく今年の脱穀が終わったぞ。次はいよいよお楽しみの精米でござりまするな。お主、あれを楽しんでおったのか。おっしゃる意味がよくわかりませぬが、もしやさくな様は楽しんでおられるとまさかまさか。いやいやいや、何もまさかではないぞ。わし全然楽しくない。全然。そもそも何故に稲作なんてやらねばならんのじゃ。わしは楽して腹も膨れたいし強くもなりたいぞ。そんなはずは。何をほうけておる。帰ってこい。おう、あまりの驚きに我を忘れてしまい申したと。あのように重い絹を上げ下げするだけのことが楽しいとは幸せなやつじゃの。それがしはてっきり誰もが楽しいとばかり。そういうことであれば楽にもみをすれるような手を何か考えねばなりませんな。もみすり、あれかな、薄なやつかな。金太と足子を呼んでまいりましょう。あのぐるぐる回すやつね。当たり前の話だけどな、道具なら何でも作れるってわけじゃねえぞ。そうか。なんじゃ口ほどにもないの。あーんって。要するにキネと同じような動きができれば良いのだろ。テコを使った仕掛けはどうだ。あ、そっちか。あ、そっか、ほいならできるかもしれんけ。足熊器用じゃの。小屋も建てられるし、肩も打てるし。我が一族は都の軍勢を追い返すため、砦や罠の作り方を焚き火より教わったのか。それに比べれば絹を動かす仕掛けくらい難しくないものではない。まず大掛かりな仕事になる日芸ね。おっさんも手伝い。支度直す材を詰めてこい。またか。ただ今。うん。今ね、石材って文字が見えたね。今回荒れたな。とりあえず昼間にしよう。何か作るですか。いただきます。いや、その秋の3週までね、とりあえずね。あれ、素材集めるのやつ。キネとウス、やっぱそうだよね。キンタに話してみるか。なんか作るかや。あー違うね。あー、じゃああれか、期間限定的なものかな。できるならしたいからね。見るからに力仕事。はあ。
よし、もみすり完了。美しき輝き、これぞ白米じゃ。さあ、これにて完了と。島流れ米、完成。16、2上がったね。24、31、27、42、19、2。あー、米は83か。まあまあまあ、稲持ち病なりかけたね。習得が近い技があると。白米83とぬか8、クワクワキューキャウ AI へめっちゃいろいろ喋れるな。この城仲が良いの。しかしカッパはともかくわしはカイマルのとこれくらい話すから。お前は話せるのか。我はどちらとも話せるが。何それは誠か。おにしとてなやと言葉を使っておるに。知っている言葉のみに頼らず相手を分かろうとしてみることだ。分かるような分からんような。しかしまあそういうもんかの。でかいのが読んどろ。もう行かねば。かいまるよ。夕げ前には家に入るんじゃぞ。カッパどもも帰るときは気をつけての。身を通じたぞ。ちょっとずつだね。卵。マジか。かわいそうだが食材にする。うわ、なんかえぐいの見たの文字。なんか作るかや。かわいそうだが食べるって。これ卵をどうするかで変わんのかな。まあかわいそうだったわ。何か作るんですか。あー、米ねー。まあ、もうちょいなんかペース上げて行きたいな。献立は食べるますか。パワーね。さあ飛ばそう。いやあれかな、結構育てきってからかもしれないね。肥料巻きます。一回巻いとこうか。何をしていこうかね。この辺りはこれ多分伸び率だと思うんだよね。この辺りね、用皮とか。とりあえず石材はゲットしとかないといけないから、鹿の角。使ってないもんな。卵か。この辺り腐ったらまあそのまま回せるからいいとして、昆布茶、毒ダミ、油牛乳。粉はよくわかんないんだよね。
とにかく行くか。石材が欲しいからとりあえず、よし、おい、おい、このクソガキやね。今何と申した。おう、何とでも語ってやって。家に帰れねえふんぞり返って人を顎で使って何さんつもりだ。このアコンタレ何様って神さんに決まっておろうが、わしはな、神としての高貴な身の上に鬼とも戦い田んぼの世話までしとるんじゃ。これで偉くないはずあるか。お主など鬼とも戦いんくせに。鬼くらいなんだよ、ほな今からやっちゃねえ。おいきいき少しくらい声を蒸してくればよいんじゃ。何があった。おひいさま、今のはまずございますぞ。何かがあったんだね。じゃあ探しに行きましょう。何か作るですか。あ、いけるこれ。一本穴でいいのかな。ささっと抜けよう。多分日が落ちても大丈夫な気がするんだけどね。案の定。あの愚か者ね、本当に来るやつがおるか。おいおいの、わしの身内が世話になったようではないか。一匹残らず叩き伏せてやるから、かっこせい。助かった、来ると思ってねかった。仕方なくじゃ、仕方なく。あのままでわしとて針のむしろ。それで鬼は強かったか。ああ、強かったし怖かった。ずっと愛犬してたんだよ。まあわしは強いから、この程度鬼などなんともならんわい。グッ。違う。自分の弱さが許せねえだけだ。そこまで気に病んでおったとはの。しかし鬼氏は今のままでも十分皆の役に立っておると思うぞ。わしはああも器用に道具など作れんからな。片部屋わしも悪かったと。これからも互いの役を果たしていこうではないか。何うまくまとめようとしてんだ。ならばこの橋一体どのように収集つけるつもりじゃ。帰ってねっぺ。朝になったら何もかも忘れてさっぱりしてるべ。雑な作りでよいのお主は。では峠まで離れつついてくるのじゃぞ。仲がいいのか悪いのかわからんな。まあでもちょっと早めに戻っててよかったね。あ、似てなかった。白飯、豚肉、白干しだったら、あ、そうだね。自然治癒と腹持ちがつけば OK。さあ、退避完成。巻くだけ巻いて、お、できてる。で、でかい。何やら大事になってしまいましたな。確かに。いいから乗ってみろ。あー、足ですればいいやつか。はいはい。うお、踏むだけで、きねえが。これなら白米がつきやすくなりますさ。でかしたぞ、金太。足子にも手間をかけさせたな。礼を言うぞ。おだてばいいって、足踏み壊すなよ。ひょー。来年までね、踏み臼が選べるようになったと。仕事踏み臼完了した。
いやー、確かにね、楽しいんだよね、最初はね。なんか作るかや。ほんと最初だけは楽しいの。どっちみち地獄見るから。ああいうのが。神様、何か作るすかや。ゆいちゃん、なんも新しいの出ないね。蔵の道、よし行ってみようか。スポンジを羽衣で弱体化。あ、鬼大将か。さあボスさんやり合いましょうか。なんか痛い痛い痛い。まず1回目。あと1回かな。危ない危ない危ない。やばいやばいやばい。そのタイミングではない。よし倒した。やっぱレベルが上がると全然違え。いやほーい。あー強かった。必殺と剣手。なんか茜っていう新しいの手に入れたね。最七、火の石材。あ、めっちゃいろいろ手に入るな。てか飛躍の元っていうのがめっちゃ気になる。行ってくるよ。しようしよう。よし、じゃあ荒れ湯滝行きますか。せっかくだしね。大火また水の宿り効果で探索と。やっぱ暑いんだね。体力の粉ありがってー。やっぱいい。意外と君たち来ないんですよね。経験値っぽいっていうか緑のあれはもらえるんだけど、それ以外はなんともだな。動きが早い。
あーめんどくさいな。逃げよう。おお、今のキャンセルしてくるか。ダメ。うわ、ちいわ。それは嫌だ。減る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 。ああ、危ねえ危ねえ。多分そこ上はショートカットだね。カッキー特になし。上、体力の白変、新しいの出たね。無人坂へ行けるようになったと。新たな赤い手の人、人はアイテム取る感じっぽいよね。いや、そうでもない。孵化するはあれだね。やっぱ採取系だ。ありがてえ。特殊な献立。温泉だね。爪ばっかしだったな。あ、でも茜が出たね。多分これで新しい防具が作れるんじゃないかと。スイーッとね。ただいま。塩、あ、いいね。黒曜石もちゃんと取れて。ってことは次は畑と田んぼ耕して準備だね。さて、飯飯。何か作るですか？柿のぬか漬け一個作っとくか。いや、米かね、思ったより後半消費が激しくて。食べるますか？白米2つなら、あ、団子か。2つならまだ。でもちょっと待った。豆麦、まあ麦使った方がいいからね。白米、これでいくか。いただきます。田起こしする前に銀太とユイに話してとりあえずアイテムの確認を。特になしか。意外とないの。神様、出た出た。三崩しの小袖、敵の攻撃を弾くと一定時間を切るダメージ 15% 減少。うわー、黒鹿の怪我はめっちゃ使うじゃん。全然くれないのに。
そうか。あれだね、やっぱこ結構キャラクターってか自分の底上げしとかないと。厳しい感じはするよね。うん、あ、はいはい。意外と石材は壊すより取った方がいいね。前回確か採取できなかったもんね。まあね、あとはね、単純にさ、大変だったからね。アイテム探すのはね。そろそろ田んぼ耕すのもなんか出てもいいような気がするんだけどね。さすがにコンバインとかああいうの出せとは言わないけどさ。それか植えるやつだね。あ、範囲広がった。すげえすげえすげえ。いやいやいや、やっと。あ、でもやっぱりそれなりにやっぱ広さはっていう感じがするな。最初のところがちょっと気になるから。ここだけさせてくれ。よし、うん、じゃあ終了。肥料はいろいろと言ったから。あ、肥料なしになるんだ。うん、このなしになるのが不思議なんだよな、毎回入れてても。さて、種もみ選別。塩水泉だね。いい種もみ。前回この倍ぐらいでもう浮いてきたのよね。意外と前回量ぐらいが良かったかな。あー、やっぱ3分の1ぐらいかな、量的にね。うん、これよ。こんなところか。さて、これで量が500が400。あー、品質まだ上げてもいいのか。まあ品質だからね。厚巻き、嘘巻きなら多分200ぐらいになるだろうね。何個浮いてる。よし、とりあえず植えるか。こんなにはいらない。まあ5個ずつあればって感じか。
7000ぐらい入れといて、体力の粉、白変、あ、白変は伸びが上がるんだね。上がるけど、翡翠は翡翠はちょっと考えるね。竹のライフの伸びが50伸びんのか。使わないか分かんないのが多いからな。スズメ肉、あー、この辺りは、おお、めっちゃうなぎ伸びるじゃん。それ面白いね。うなぎは伸びがいいんだ。よし、じゃあこれでまた、これはこれでちょっと楽しみだね。いやー、なかなかよ。ミルテさん、行ってきます。ね、塩だね、塩。行ってくる。でも肥料のことを考えるとあれだね、あの獣の糞があるところに連れて行った方が良さげだね。そうかそうか。